佐野啓太は、岡山県岡山市出身のプロ野球選手。宇藤左だ。横浜 DNA ベイスターズ所属。愛称は、佐野巣。実定は、社会人野球選手の佐野裕太。元プロ野球選手の佐々木誠は、母方のおじにあたる。高陵高等学校では、2年次から控え内野手として、ベンチ入りし、後に、保守へ転校。 3年夏の選手権広島大会では3回戦で本塁打を打つも試合は敗退し在学中の甲子園出場は叶わなかった。広陵高校の2年先輩に有原光平、福田周平、1年先輩に上原健太、2年後輩に大田光がいる。明治大学では2年時から東京六大学野球のリーグ戦に出場。主に一塁を守り、 4番打者を務めたこともあった。在学中にはリーグ戦で通算63試合に出場。打率276本塁打33打点という成績を残した。大学の同期生にリ優や星友美などがいる。2016年度 NPB ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから9巡目指名を受けた。 支配下登録選手としての指名では、全体で87人中84番目。セントラルリーグでは、最後の指名であったが、契約金2500万円、年俸670万円という条件で入団した。背番号は44。この指名に際しては、明治大学の OB でもある、ゼネラルマネージャーの高田茂が、代打としての佐野の適性を評価したとされている。担当スカウトは、 川原隆一。2017年3月11日、横浜スタジアムにて2017年には、春季キャンプから一軍に帯同。オープン戦での打撃が、首脳陣に高く評価された結果、開幕一軍入りを果たした。3月31日には、東京ヤクルトスワローズとのレギュラーシーズン開幕戦7回表に、代打で一軍公式戦にデビュー。以降の試合でも、 代打での起用が続いたが、4月9日の対、中日ドラゴンズ戦では、6番、一塁手として、初めての先発出場を果たした。レギュラーシーズン中には、2度にわたって1軍と2軍を往復。6月12日以降は1軍から遠ざかった。7月13日のフレッシュオールスターゲームでは、イースタンリーグ選抜の5番、一塁手として、フル出場を果たした。 一軍公式戦全体では18試合の出場で打率09後に終わった。イースタンリーグ公式戦では77試合の出場でチームトップの11本塁打を記録。育成選手を含めても保守が6人しか在籍していないにもかかわらず、一軍で保守3人制を採用するチーム事情を背景に保守としても12試合に出場した。 シーズン終了後には台湾で開催のアジアウィンターベースボールリーグに NPB イースタンリーグ選抜の4番打者として出場。選抜チームを初優勝へ導くとともに大会の MVP に選ばれた。2018年には前年に続いて公式戦の開幕を一軍で迎えると代打を中心に13試合へ出場。しかし、 14打数ノーヒットという成績で4月30日に出場選手登録を抹消された。5月31日に再び登録されると6月1日の対福岡ソフトバンクホークス戦に5番左翼手として先発出場。2回裏の第1打席で一軍公式戦の初本塁打を千賀広史台から記録した。一軍公式戦全体では 73試合に出場。打率235本塁打14打点という成績を残した。2019年には3年連続でレギュラーシーズンを一軍でスタート。中日との開幕カードでは第1戦に代打で2.2塁打。近藤明人への追悼試合として模様された第3戦に代打で奥間良優からサヨナラ安打を打った。 第3戦の試合後には、近藤の艶が営まれたため、サヨナラアンダを打ったボールは、自身の希望で、岡村慎吾球団社長を通じて、近藤の遺族に寄贈されている。4月4日の対ヤクルト戦では、プロ入り後初めての満塁本塁打を7回表に、代打で記録した。このような勝負強さを背景に、同月下旬以降の試合では主に右翼手。 後半戦の開幕当初は5番打者として、先発としても起用された。8月中旬からは一時、2番打者を務めた、筒子義友に代わって4番打者に抜擢された。レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦89試合に出場。本類打数は前年と同じ5本ながら、通算打率は前年より高い。295で、 チームのレギュラーシーズン2確保と横浜スタジアム史上初の2019年のセントラルリーグクライマックスシリーズ開催に貢献した。また、55試合で外野を守った一方で内野手としては7試合で1塁の守備へ着いたのみだった。11月の周期キャンプでは一軍監督のアレックス・ラミレスからの要請でキャンプキャプテンを担当。2020年には MLB のタンパベレーズへ移籍した、筒賀の後任として、ラミレスから、チームの首相に抜擢。内野市登録を続けながらも、オープン戦、レギュラーシーズンの一軍公式戦を通じて、出場した全試合で、4番、左翼手に起用された。オープン戦では、全12球団の出場選手で最多の11打点、レギュラーシーズンでは開幕戦から9試合連続安打を、記録。 オープン戦では3本の本塁打を打っていたが、公式戦でのシーズン初本塁打が出たのは、開幕28試合目で、全12球団の開幕4番打者としては、最も遅かった。もっとも、この試合から、横浜スタジアムで3試合連続本塁打を記録。3試合目では、9回裏一四万塁で迎えた打席で、一岡隆二から、逆転万塁サヨナラ本塁打を打った。8月には、 月間打率343、6本塁打22打点という好成績でセントラルリーグ野主部門の月間 MVP を初めて受賞。10月には10月11日の大阪神戦から10月16日の大巨人戦までの5試合連続本塁打によって連続試合本塁打の球団体記録を達成した。しかし、 10月25日の対広島戦線での三塁へのヘッドスライディングの際に、左肩の関節を脱球、レギュラーシーズンの残り試合を欠場した。しかし、プロ入り後初めてセリーグの最終規定打席に到達。打率328で、首位打者のタイトルを初めて獲得したほか、1軍公式1106試合の出場で20、本塁だ。 69打点という成績を残した。シーズンの終了後に、背番号を7へ変更することを発表。また、この年まで2軍監督を務めた、三浦大輔がラミレスに代わって1軍を指揮する2021年シーズンにも、チームの首相を続けることが決まった。12月15日に、推定年俸7000万円という条件で契約を公開。2021年から、 選手登録が内野手から外野手へ変更になった。パワー溢れる勝負強い打撃が持ち味。また、スイングスピードが速く、ボールコンタクトに優れているため、打率を残せる安定感がある。2019年まで首相を務めた、筒子義友がオフに、MLB に移籍することが決まり、新たに、佐野を首相に指名した当時監督のアレックス・ラミレスは、 首相に向いているレベルを10段階で表すと、8から9ほどあると語り、佐野のキャプテンシーを高く評価している。2019年、七夕の短冊に書くほど、自身の応援歌が作成されることを熱望していたが、翌2020年に作成されたため、願いを叶えている。佐野は、本当に嬉しい。たくさんの人に歌ってもらえるように頑張りたいと、語っている。ありがとうございます。